日記帳江戸川乱歩ちょうど初七日の夜のことでした私は死んだ弟の書斎に入って何かと彼の書き残したものなどを取り出しては一人物思いにふけっていましたまださして世もふけていないのに家中は涙に湿ってしんと静まり返っていますそこへ持ってきて なんだかシンのお芝居めいていますけれど遠くの方からは物売りの呼び声などがさも悲しげな調子で響いてくるのです私は長い間忘れていた幼いしみじみした気持ちになってふとそこにあった弟の日記帳を繰り広げてみましたこの日記帳を見るにつけても私はおそらく 恋も知らないでこの世を去った二た歳の弟を哀れに思わないではいられません。内気者で友達も少なかった弟は自然書斎に引きこもっている時間が多いのでした。細いペンで克明に書かれた日記帳からだけでもそうした彼の性質は十分うかがうことができます。そこには 人生に対する疑いだとか信仰に関する反問だとか彼の年頃には誰でもが経験するところのいわゆる青春の悩みについて幼稚ではありますけれどいかにも真摯な文章が書きつづってあるのです私は自分自身の過去の姿を眺めるような心持ちで一枚一枚とページをはぐっていきました それらのページには至るところにそこに書かれた文章の奥からあの弟のハトのような臆病らしい目がじっと私の方を見つめているのです。そうして3月9日のところまで読んでいった時に考えに沈んでいた私が思わず軽い叫び声を発したほども私の目を引いたものがありました。それは、 純潔なその日記の文章の中に初めてぽっつりと華やかな女の名前が現れたのですそして発信欄と印刷した場所に「北川幸恵はがき」と書かれたその幸恵さんは私もよく知っている私たちとは登園にあたる家の若い美しい娘だったのです。 それれでは弟は弟さんを恋ししていい。たのかもしれない私はふとそんな気がしましたそこで私は一種の淡い旋律を覚えながらなおもその先をひもといてみましたけれど私の意気込んだ予期に反して日記の本文には少しも幸恵さんは現れてこないのでしたただその翌日の受信欄に 北川幸恵はがきとあるのをはじめに数日の間を置いては受信欄と発信欄の双方に幸恵さんの名前が記されているばかりなのですそしてそれも発信の方は3月9日から5月21日まで受信の方も同じ時分に始まって5月17日まで両方とも 三月に足らぬ短い期間続いているだけでそれ以後には弟の病状が進んで筆を取ることもできなくなった10月半ばに至るまでその彼の絶筆ともいうべき最後のページにすら一度も幸恵さんの名前は出ていないのでした数えてみれば彼の方からは8回。 ゆきえさんの方からは10の文通があったにすぎずしかも彼のにも幸恵さんのにもことごとく「はがき」と記してあるのを見るとそれには多分をはばかるような種類の文言が記してあったとも考えられませんそしてまた日記帳の全体の調子から察するのに実際はそれ以上の事実があったのを 彼がわざと書か,かないで置いたものとも思われぬのです。私は安心とも失望ともつかぬ感じで日記帳を閉じました。そして、弟はやっぱり恋を知らずに死んだのかと寂しい気持ちになったことでした。やがてふと目をあげて机の上を見た。私はそこに弟の居合の。 小型ののの手文庫の置かれているのに気づきました。彼が生前一番大切な品々を納めておいたらしいその高牧への古風な手文庫の中にはあるいはこの私の寂しい心持ちを癒してくれる何者かが隠されてい,いはしないかそんな好奇心から私は何気なくその手文庫を開いてみました。 するとその中にはこのお話に関係のないさまざまな書類などが入れられてありましたがその一番底の方からああやっぱりそうだったのかいかにも大事そうに白紙に包んだ11枚の絵はがきが幸恵さんからの絵はがきが出てきたのです恋人から送られたものでなくて 誰がこんなに大事そうに手文庫の底へ秘めて謎を置きましょう私はにわかに胸騒ぎを覚えながらその11枚の絵はがきを次から次へと調べていきましたある感動のためにはがきを持った私の手は不自然に震えてさえいましただがどうしたことでしょうそれらのはがきにはどの文面からも あるいはまたその文面のどの行間からさえも恋文らしい感じはいささかも発見することができないのです。それでは弟は彼の臆病な気質から心の中を打ち明けることさえ要しないでただ恋しい人から贈られた何の意味もないこの数通の絵はがきをお守りか何ぞのように大切に保存して かわいそうにそれをせめてもの心やりにしていたのでしょうかそしてとうとう報いられぬ思いを抱いたままこの世を去ってしまったのでしょうか私は幸恵さんからの絵はがきを前にしてそれからそれへとさまざまな思いにふけるのでしたしかしこれはどういうわけなのでしょうやがて私はそのことに気づきました 弟の日記には幸恵さんからの受信は十戒きりしか記されていないのに。今、ここには11通の絵はがきがあるではありませんか？最後のは5月25日の日付になっています。確か、その日の日記には受信欄に幸恵さんの名前はなかったようです。そこで、私は再び日記帳を取り上げて。 その五月二十五日のところを開いてみないではいられませんでした。すると私は大変な見落としをしていたことに気づきました。いかにもその日の受信欄は空白のまま残されていましたけれど。本文の中に次のような文句が書いてあったではありませんか。最後の通信に対してワイより絵はがき来たる。 失望。俺はあんまり臆病すぎた。今になってはもう取り返しがつかぬ。ああ。Y というのは幸恵さんのイニシャルに相違ありません。ほかに同じ頭字の知り人はないはずです。しかし、この文句は一体何を意味するのでしょう。日記によれば、 彼は幸恵さんのところへハガキを書いているばかりです。まさかハガキに恋文をしたためるはずもありません。では、この日記には記していない風将、それがいわゆる最後の通信かもしれません。送ったことでもあるのでしょうか？そして、それに対する返事として、この無意味な絵はがきが返ってきたとでも言うのでしょうか？ なるほど。以来彼からも雪江さんからも交通を立っているのを見ると、そうのようにも考えられます。でもそれにしてはこの雪江さんからの最後のハガキの文面は、たとえ拒絶の意味を含ませたものとしてもあまりに変です。なぜと言って、そこにはもうその自分から弟は病のとこについていたのです。 病気見舞いの文句が美しい首席で書かれているだけなのですからそしてまたこんなに克明に発信受信を記していた弟が8通のハガキのほかに封書を送ったものとすればそれを記していないはずはありませんではこの失望うんぬんの文句は一体何を意味するものでしょうか そんなふうにいろいろ考えてみますとそこにはどうもつじつまの合わぬところが表面に現れている事実だけでは解釈のできない秘密があるように思われます。これは亡き弟が残していった一つの謎としてそっとそのままにしておくべき事柄だったかもしれません。しかしかか、の 私には少しでも疑わしい事実にぶつかると。まるで探偵が犯罪の後を調べ回るように。あくまでその真相を突き止めないではいられないたちがありました。しかも、この場合は。その謎が本人によっては永久に解かれる機会がないという事情があったばかりでなく。そのことの実費は私自身の身の上にも。 ある大きな関係を持っていたものですから、持ち前の探偵壁が一層の力強さを持って私を捕らえたのです。私はもう弟の死を傷むことなぞ忘れてしまったかのようにその謎を解くのに夢中になりました。日記も繰り返し読んでみました。そのほかの弟の書き物謎も残らず探し出して調べました。 しかしそこには恋の記録らしいものは何一つ発見することができないのです。考えてみれば弟は非常なはにかみ屋だった上にこの上もなく用心深い太刀でしたからいくら探したとてそういうものが残っているはずもないのでした。でも私は世の老けるのも忘れて このどう考えても解けそうにない謎を解くことに没頭していました。長い時間でした。やがて、種々様々な無駄な骨折りの末、ふと私は弟のハガキを出した日付に不信を抱きました。日記の記録によれば、それは次のような順序なのです。 9日、12日、15日、22日、4月、5日、25日、5月、15日、21日。この日付は恋する者の心理に反してはいないでしょうか。たとえ恋文でなくとも恋する人への文通が あとになるほどうとましくなっているのはどうやら変ではありますまいか。これを雪江さんからのはがきの日付と対照してみますと、なおさらその変なことが目立ちます。三月十日、十三日、十七日、二十三日。四月六日、十四日、十八日。 26日、5月3日、17日、25日。月これを見ると、幸恵さんは弟のはがきに対して、それらは皆何の意味もない文面ではありましたけれど、それぞれ返事を出しているほかに、4月の14日、18日、5月の3日と、少なくとも、 この3回だけは彼女の方から積極的に文通しているのですが、もし弟が彼女を恋していたとすれば、なぜこの3回の文通に対して答えることを怠っていたのでしょう。それはあの日記帳の文句と考え、合わせてあまりに不自然ではないでしょうか。日記によれば当時弟は旅行をしていたのでもなければ。 あるいいいはまた、た筆もも取れぬほどのの病気をやっていたわけでもないのでなす。それからもう一つは幸恵さんの無意味な文面だとはいえこの頻繁な文通は相手が若い男であるだけにおかしく考えれば考えられぬこともありませんそれが双方とも言い合わせたように5月25日以後はふっつりと文通しなくなっているのは 一体どうしたわけなのでしょう。そう考えて、弟のハガキを出した日付を見ますと、そこに何か意味がありそうに思われます。もしや彼は暗号の恋文を書いたのではないでしょうか。そして、このはがきの日付がその暗号文を形作っているのではあります。まいか。これは？ 弟の秘密を好む性質だったことから押してまんざらありえないことではないのですそこで私は日付の数字がいろはかあいうえおか ABC かいずれかの文字の順序を示すものではないかといちいち試みてみました効果か不幸か私は暗号解読についていくらか経験があったのです するとどうでしょう ?3 月の9日はアルファベットの第9番目の「I」同じく12日は第12番目の「L」そういうふうに当てはめていきますとこの8つの日付はなんと「ILOVEYOU」と解くことができるではありませんか。ああなんと子供らしい。同時に、 世にも心房強い恋ふみだったのでしょう。彼はこの私はあなたを愛するというたった一言を伝えるためにたっぷり三ヶ月の日誌を費やしたのです。本当に嘘のような話です。でも弟の異様な性癖を熟知していた私にはこれが偶然の不祥だなどとはどうにも考えられないのでした。 かように推察すれば、一切が明白になります。失望、という意味もわかります。彼が最後の言うの字にあたるはがきを出したのに対して。幸恵さんは、相変わらず、無意味な絵はがきを報いたのです。しかも、それはちょうど、弟が、医者から、あの忌まわしい病を宣告せられた自分なのでした。かわいそうな弟は。 この二重の痛手にもはや再び恋文を書く気になれなかったのでしょうそして誰にも打ち明けなかった当の恋人にさえ打ち明けはしたけれどその意志の通じなかった切ない思いを抱いて死んでいったのです私は言い知れぬ暗い気持ちに襲われてじっとそこに座ったまま たち上がろうともししませんでしたそして前にあった幸恵さんからの絵はがきを弟が手ぶん庫の底深く秘めていたそれらの絵はがきを何のゆえともなくぼんやり見つめていましたすると「おおこれはまあなんという意外な事実でしょうろくでもない好奇心よ呪われてあれ」。 私はいっそ全てを知らないでいた方がどれほどよかったことか。この幸恵さんからの絵はがきの表にはきれいな文字で弟の宛名が書かれた脇に一つの例外もなく切手が斜めに貼ってあるではありませんか。わざとでなければできないようにきちんと行儀よく斜めに貼ってあるではありませんか。 それはは決して偶然のなどではないのででないす。私はずっと以前多分小学時代だったと思いますある文学雑誌に切手の貼り方によって秘密通信をする方法が書いてあったのをもうその頃から好奇心の強い男だったと見えてよく覚えていました中にも恋を表すには 切手を斜めに貼ればよいというところは、実は一度応用してみたことがあるほどで、決して忘れません。この方法は当時の青年男女の人気に当じて、ずいぶん流行したものです。しかし、そんな古い時代の流行を、今の若い女が知っていようはずはありませんが、ちょうど幸きさんと弟との文通が行われた自分に、 宇野浩二の「二人の青木愛三郎」という小説が出てその中にこの方法が詳しく書いてあったのです当時私たちの間に話題になったほどですから弟も幸恵さんもそれをよく知っていたはずですでは弟はその方法を知っていながら幸恵さんが美月も同じことを繰り返して ついには失望してしまうまでも彼女の心持ちを悟ることができなかったのはどういうわけなのでしょう。その点は私にもわかりません。あるいは忘れてしまっていたのかもしれません。それともまた切手の貼り方などには気づかないほどのぼせきっていたのかもしれません。いずれにしても失望などと書かれているからは、 彼がそれに気づいていてなかったことは確かですそれにしても今の世に覚も古風な恋があるものでしょうかもし私の推察が謝らぬとすれば彼らはお互いに恋し合っていながらその恋を訴え合ってさえいながらしかし双方とも少しも相手の心を知らずに 一人は痛手を負うたままこの世を去り、一人は悲しい失恋の思いを抱いて、長い生涯を暮らさねばならぬとは。それはあまりにも臆病すぎた恋でした。幸恵さんはうら若い女のことですから、まだ無理のない点もありますけれど、弟の手段に至っては、臆病というよりは、 むしろ卑怯に近いものでした。さればといって私は亡き弟のやり方を少しだって責める気はありません。それどころか私は彼のこの一種異様な性癖を世にも愛しく思うのです。生まれつき非情なはにかみ屋で臆病者でそれでいてかなり自尊心の強かった彼は恋する場合にも まず拒絶された時の恥ずかしさを想像したに相違ありませんそれは弟のような気質の男にとっては常人には到底考えも及ばぬほどひどい苦痛なのです彼の兄である私にはそれがよくわかります彼はこの拒絶の恥を予防するためにどれほど苦心したことでしょう 恋を打ち明けないではいられないいい。ではられしかしもし打ち明けて拒まれたらその恥ずかしさ気まずさそれは相手がこの世に生きながらえている間いつまでもいつまでも続くのです。なんとかしてもし拒まれた場合にはあれは恋文ではなかったのだと言い抜けるような方法がないものだろうか。 彼はそう考えたに相違ありません。その昔、大宮人はどちらにでも意味の取れるような恋かという巧みな方法によって、あからさまな拒絶の苦痛を和らげようとしました。彼の場合はちょうどそれなのです。ただ、彼のは日頃愛読する探偵小説から思いついた。暗号通信によって。 その目的を果たそうとしたのですが、それが不幸にも彼のあまり深い用心のために、あのような難解なものになってしまったのです。それにしても、彼は自分自身の暗号を考え出した綿密さにも似合わないで、相手の暗号を解くのに、どうしてこうも鈍感だったのでしょう。うぬぼれすぎたために、 とんだ失敗を演じる霊は世にままあることですけれど、これはまたうぬぼれのなさすぎたための悲劇です。なんという本いないことでしょう。ああ、私は弟の日記帳を紐解いたばかりに取り返しのつかぬ事実に触れてしまったのです。私はその時の心持ちをどんな言葉で形容しましょう。それが！ ただ若い二人の気の毒な失敗を悼むばかりであったなら、まだしもよかったのです。しかし、私にはもう一つの、もっと利己的な感情がありました。そして、その感情が私の心を狂うばかりにかき乱したのです。私は熱した頭を、冬の夜の凍った風に当てるために、 そこにあった庭下駄を突っかけてふらふらと庭へ降りましたそして乱れた心そのままに木立の間をぐるぐると果てしもなく回り歩くのでした弟の死ぬ2か月ばかり前に取り決められた私と幸恵さんとの取り返しのつかぬ 婚約のことを考えながら。